今日は、鹿本さん、ハイブリッド鹿本さんとのね、コラボということで、鹿本さん、ちょっとお声掛けいただきまして、実は初めて、まあ、こうやって会話させていただいてます。でも実は、鹿本さん、今、もうそろそろ1万人ぐらい行くチャンネルなんですけど、実は収益化する前から、僕、鹿本さんのチャンネルを見させてもらっていて、で以前は僕、IDCD の話題をしたときに、全く嘘でたらめなレビューをしたことがあって で、その時に、まあ、鹿本さんはハイブリッドに関して、まあ、専門的な、ね、やっぱ知識を持たれている方ということで、まあ、より、ね、具体的にそうじゃないんですと、こうなんですと、メカニズムとしてはこうなってるんですということを、まあ、教えていただいた方ということで。まあ、それ以来ね、鹿本さん、ハイブリッドのフリードにずっと乗られてて、で一番最初は、フリードとシエンタでしたよね、確かね。話題してましたよね。そうですね。そうですよね。で、まあ、そこから始まってて、まあ、ずっと基本的には IDCD の、話題、それから IMMD、2モーターのハイブリッドの話題。あと最近はあれですかね、お父さんが PHEV、プリウスの PHEV に乗られてるんですよね、5時間営業。父親に買わせ、言い方悪いと買わせたっていうか、まあちょっとお金を少し積そうんですよでね。買ってもらったというタなイるミほど、ングなるほど、なるほど。もある。まあ、ということ父親で、営業で使うんですよ、父親が。まあ、ということで、そういうね、ハイブリッドの、まあ、専門チャンネルということで、まあ、鹿本さんと、まあ、仲良くさせていただいてるんですけども、まあ、今回初めてちょっとコラボをやってみようということでね、ちょっとライブの方はね、ちょっと今ハードル高くて、今ちょっとなかなか、これからちょっとそれもね、やれたらなと思ってるんですけれども、まずは今回は普通のちょっと動画ということでやらさせていただいています。で、今日のね、話題はね、SUV についてちょっと本音を語ってみようということで、お伝えをしていきたいなと思います。まあ、最近もうね、保守的な話題をしててもしょうがねえなっていうところが、まあ、正直あって、で、僕も昔からその保守的な話題って実はあんまり興味ないっていうか、あんま好きじゃないんですよ。で、まあ、鹿本さんもね、割とその辺、まあ、共通点というか、まあ、鹿本さんの場合まだ若いし、ね、まだ、社会人になってそんな経ってないんですよね、多分ね。だから、まあ、どうなんで割すか、と、すごいあれですけど、まあ、今年30になりますね。あ、そうですか。じゃあもうある程度、じゃあもう全然あれだね。社会人もう真っ盛りな、真っ盛りというか、中堅的な感じかもしれないね。あ、じゃあある程度もう世の中のことはもうある程度はもう熟知してるっていうことだと思うんですけど、まあ、あまりね、保守的な話をね、しててもしょうがないと思うんですよね。で、最近もう統一教会と自民党の話題っていうのもね、今明るみになってて、今までずっとこう保守的な自民党だって言われてたのは、統一教会が明るみになってきたことによって、ね、今までこう抑えつけていたこと、なんかバレたらまずいなっていうことが、どんどんこう今、拡散していってるような状況だし、ね、やっぱこういったメディア、マスメディア、こういったメディアが、ね、どん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 今、今までも浸透してましたけれども、より一層テレビ局では放送しきれないようなことを、今回、こういった YouTube とかマスメディアで、まあ、聞ける。見れるっていうことがね、やっぱこれからの、やっぱり重要な役職を担う YouTube と、まあ、いうことになりますので、まあ、みんながあまり暴露しない SUV について、ちょっとね、語ってみれたらなって思います。で、まずそうですね、まあ、鹿本さん、まあ、今回、キックスか、e パワー、レビューされたということで、で、今回、その、キックスの e パワー、まあ、レビューしてみて、なんか得られたことってなんかありました？まあ、キックス、まあ、正直、この暴露になっちゃいますけ ど、まあ、正ええ。直、私、SUV は興味ないなっていうのをはっきり乗って、また再認識しました。なるほど、なるほど、なるほど。私もね、SUV ね、実はね、あんま好きじゃないんですよね。正直、あんまりこう、意味がないというか、なんか車にとっての、なんていうのかな、車に、その SUV という車にパッケージングそのものの意味をあまりなさないと思ってるんですよ、正直。だからで、合理的じゃないんそうですそうよ。そうそうそそのうそうそう。物がたくさん詰めるわけでもないし、空気抵抗がいいわけじ少ゃなないじゃわないけですでか。もないし。で、悪路に行くわけでもないじゃないですか。
でね、僕去年今頃ですかね、あのベゼル、動画上げたじゃないですか、はい、何本も上げたでしょ、はい、で、その時に炎上し仕掛けたやつがあって、はい、カープチで走らせんじゃねえよって ありましたよね。お前ディーラーの車、ディーラーの車買われてお前勝手にカープチ走ってんじゃねえよって。いや、あれこそね、僕思うんですけど、じゃあ別にベゼルである理由ないじゃんって思うんですよ。うん、普通に SUV のああいう車があって、普通にね、保守的に市場コースをそのままね、営業の人たちと10分、15分走って、何が分かるんですかって。いう話だと思うんですよ、まず。そうそう、まあ、車高が高い分、そういうところは、まあ、行ける車って、まあ、気候上はそう考えますよね。そうですよね。うん。だから余計、その SUV の、その、良さ、何をもって、どういう、何をこう、決定だとして、じゃベゼル買うのっていうところって、分かんないと思うんですよ。うん、そういう、普通に一般路走ってたって。うん、だから僕思ったのは、やっぱああいったカープチとか、ああいったところをこう走ったことによって、走破性っていうのがある程度表現できる、うん。で、それで初めて SUV の価値っていうものが表現できるんじゃないかなって思って出したの、うん、単純に、うんうんうん。僕、そういう認識なんですよ。うん、だから合理性のある SUV っていうと、もう今、1社くらいしか、1社かな、2社か。ランクルか、あとはパジェロの PHV。あ、そうです、ね。うん。それなら分かる。うん。買う意味がね。うん。うん。普通に何て言うんですか、北海道とかね。はい。なんていうんですかね、ちょっと出てこなくなっちゃった。まあ、東北の方とか。そう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 、寒冷地ですね。そうそう。うん、そういったところでやっぱり生活していて使いたいという方にとってはやっぱりランクルとかパジェロの PHEV とか、まあ、その辺をこう選ぶその合理性っていうのがあると思うんだよ。ベゼルっつったら別にないよね。だからあれほとんど選んでる人って FF じゃないですか。だってただ今回のまあステップアゴンの話にもちょっとまた飛んじゃうんだけども、北海道の方に住まれてる人なんかは、やっぱりガソリンを買う人が多いんですよね。うん。それなんでかって言ったら、ハイブリッドの四駆がないから。ガソリンにしかないんですよ、四駆がね。うん、そう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 。だから、ステップアゴンが欲しい人は、ガソリン車を買います。ある程度だから合理性があるわけじゃないですか。うん。うん、目的を持ってるわけですよね。やっぱり走破性はある程度こう求めなきゃいけないっていう、そういった、そう、環境事情っていうのがあると思うんですけれど。うん、でもなんか、その SUV っていうのは、実は全体的にはこう売れてるんだけれども、実際買ってる人たちっていうのは、ね、特に、なんだろう、こう、環境事情とかそういったものっていうのは特に左右されてなくて、ただ周りが騒いでるから買ってるっていう、なんかミーハーな車的な印象しか僕ないんですよ、正直言って。だからなんかそこで私はそのマーケティング的に言うと、まあ、やっぱちょっと女性受けするのかなというか、女性って共感を大事にするじゃないですか。うんうん、かそういったところで周りでみんな乗ってるってなったら、うんうん、じゃあ自分も乗ってみようっていうふうな気に、多分女の人の方が割となりやすくて、まあ、我々オタク男っていうのは、うん、周りでやってないことをやりたいというか、うん、まあ、うん、要はそうだ、ね、逆をやりたいじゃないですか、うんうん、誰もやってないことをやりたいというか、うん、そうです。だそういう心理が働いて何 SUV なんてって思っちゃってる部分は多分あると思うんですけど、うん、でも逆にその SUV が売れてますとか SUV の CM とかがバンバンあるのっていうのは、はい、まあ、要は広告宣伝効果は高いと思うんですよ。要するに心がイライラしてる人にこそSUV、まあ、そういう人がターゲットになってるから、うん、そういう人っていうのは広告とかによって意見が変わりやすい。その他人の意見を、うん、まあ、よく言うと協調性が高いというか、うん、悪く言うと、まあ、騙されやすいって言い方は悪いかもしれないですけど、まあ、うん、他の人に依存しやすいというか、うん、そういう自分の軸を持ってないって言い方も悪く言うとできるかもしれないですけど、そうだよね、うん、なん
かそういう人に対しての車って考えたら、うん、まあそういう CM とか世間で SUV が売れてるみたいなことを至るところで言われてるのは、うん、まあ戦略、ある意味そのマーケティング戦略の一つとして考えたら、そうだね、まあ正しいのかなとは思うんですけど、正直自分はあんまり興味ないなって感じで思っちゃう。そうだよね、そう、僕もそうなんですよ。まあチャンネル見ていただいてる方はね、動画見ていただいてる方は薄々気づくと思うんだけど、僕も全然 SUV 興味ないです。でもね、 CR-V はね、いい車ですよ。 CR-V は、うん、まあホンダのね話をすると、もともと CR-V ってやっぱ元祖なわけです、その SUV ということにとっては。で、 CR-V はタウンユースで使われてて、またベゼルとは違う車なんですよ。あれは CR-V というのは歴史があるんですね、実はね。もともとやっぱり北米生まれなんですね。北米で大ヒットした車なんですよね。で、もともと北米の文化としてやっぱりこう SUV に乗るという文化があって、で、家族があって、お母さんがその SUV に乗るっていう文化があったんですよね。で、日本はどちらかというと、まあ、僕昭和生まれなんで、お母さんって、僕のお母さんなんかは昔で言ったらサニーとかカローラとか、そういう車に乗る文化があったわけですよ。今違いますよね。今もう K だからね。NBOX とかね。フィットとかさ、感じだけど、昔はカローラだったんですよ。サニーとか。知ってます？サニー。4枚ドア。知ってますよね。そうね。まだ10年ぐらいしか変わんないからね。だから15年ぐらい違うか。そうそうそう、そういう感じだった。だから、北米は90年代でもうそういう時代だったわけです。カローラに乗ってるっていう感覚で CR-V に乗ってたっていうことなんですね。で、それが今日本に、そうそう、日本に流れで来ちゃってるっていうことなので、やっぱりどうしてももともとのそのなんていう流行っていうのはね、やっぱり日本人ってやっぱりこう左右されちゃうんですよ、どうしてもね。やっぱ保守的なところってどうしてもこうあんのかなって気がするんだけどさ、やっぱりアメリカの言うことを聞かなきゃいけねえっていうところが多分あるような気もするし、むしろそれがまあ商売的にも成り立ってるっていうこともあるんだと思うんですけど、うん、やっぱりこうアメリカの流れがこう日本の流れにこう入っていくっていうことがやっぱり一つ、うん、ポイントとして高いのかなって気がしますよね、うん、SUV がその流行するっていうその理由の一つにね、うん、でも自分なりにやっぱりそれだとジャーナリズムとして成り立たないわけですよ。じゃあ SUV のいいところを探そうということで、自分なりにもある程度ちょっと確立してるところが実はあって、そう、ね、ミドルサイズのベゼルとか、今度出る ZR-V か HR-V かなんかは全然興味ないです。ただ CR-V とかラブ4はいい車ですよ。ちょっと話がね脱線しちゃうんだけど、悪い話をしなきゃいけないんだけど、もうなんかそのデザインに振ってるというか、もう本当なんていうか、利便性はま追求してないのがはっきり分かるじゃないですか。なんか振ってる、そのデザイン要素にというか、まあ、伝統とかっていう話もあると思うんですけど、だからあれは気持ちいいなっていうふうに思います、ね。そう、だから CR-V は機能美なんですよ、ね。要するに家庭車として使ってもいろんなシチュエーションがあるわけですよ。北米だからね、当然雪降るとこもあるし、あったかいとこもあるわけじゃないですか。で、砂漠みたいなとこもあるわけですよね。そういったところでオールマイティで使えるっていうのがやっぱり CR-V の特徴なんですよ、まず。まず、ね、で、あと壊れない、これ重要なんですよ。まあ、そう、訴訟の国だからさ、壊れたらさ訴えられちゃうわけじゃないですか、うん、ね、トヨタなんかもよく訴えられてたっていうの自体もあったわけですよ ね、 そうですね、うん、だけどホンダの時は壊れねえっていう、そこなんですよ、まず。で、背が高いからより一層壊れないんですよ。要するにいろんな段差とか継ぎ目とかその道路が悪いところで乗っても壊れない。だから乗り潰しまくっても壊れないっていうところがすごく大きなところなんですよ、うん、で、お母さんが乗ってもお母さんに乗らしたとしても壊れねえと、ぶつけて帰ってこねえというところなんですよね、まあ、そういった使いやすさみたいなところですよね。それが多分ね SUV のね起源的なところ、起源みたいなもんだと思います。北米の中でのね、カムリとかでもいいんだけども、カムリだとちょっと背が低いしでかいから、うん、なんか潰して帰ってくる可能性あるんじゃないかっていう、そういうのがあるかもしれないし、そうそうそう、だから今 CR-V とかで、ラブ4も今トヨタで、今あれだよね、一番世界で一番売れてる車がラブ4なんだよね。あ、そうなんです、ね、そうなんです
ないくら何百万台っつったかな、ものすごい数ですよ。1年間でいくらだったか、400万台とかって言ったかな、忘れちゃった。ちょっとはっきりとした数字じゃないんで、鵜呑みにしていただかない方がいいと思うんですけど、はい、でもね、全世界で一番売れてる車が確かラボ4だったと思いますよ。うん、今 CR-V 抜いちゃったんだよね。そう、だそれだけ CR-V とラボ4っていうのはものすごくやっぱりこう確立されてるっていうことなの。もう昔からの流れ、もう90年代ぐらいからの流れなんですよ、それは。それが今日本にも浸透してきてるってことなんですけど、ただそれだけだとつまんないじゃないですか。まあ、僕ら一応趣味性を探してる部分もあるしね。で、島本さんもね、ハイブリッドとしてやっぱりこういろいろ趣味性を追求してる部分もあると思うし、ね、単純にこうメカニズムの話だけしたってつまんねえから、メカニズムの話でとりあえず全体的な像を知っといて、その上で自分が乗ってみてどこが楽しいのかということを論理的に話す多分番組のような気がするんですよ。うん、そうですね。だから楽しいんだ。例えば IDCD もそうじゃないですか。単純に DCT がついてて7速 DCT だから楽しいじゃつまんないですもんね。じゃあ7速 DCT のどういうところが楽しいのかみたいな、ある程度こうメカニズム的な中身に入り込まないと、楽しさを説明できないじゃないですか。ってあると思うんですよ、やっぱり。うん、だからそういったことで僕もそのラブ4だとか CRV の良さみたいなところをある程度全面的に今までも動画で出してきたんですけど、よく言われるのが、まあスピード違反はね、スピード違反はすいません、これはもうね、結構その自動車の系の動画出してる人からすると結構ね、ネックなポイントなんです、実はこれって。うん、法的な話でこれは決まってんだから絶対に法定速度で走んなきゃいけねえだろうって、そりゃそうだと思います。でも実際問題、みんなそうなのかと。保守的に言えばそうですよ。保守的に言ったら40キロ道路は40キロで走んなきゃいけないし、60キロ道路は60キロ道路で走んなきゃいけないんですよ。それは分かってます。だけど、現実どうかって話です。あとなんかメーターで表示する速度って実際の速度より5キロぐらい違うからね。ね、5% ぐらい大きいじゃないですか。そうです、そうです。そう、そう。それも、うん、だからその辺の曖昧さにちょっとあやかってる部分はありますけど、それもあるしさ、僕メーターとね、メーターって貼り付けてるんですよ、別にね、別の動画で貼り付けたりするじゃないですか、はいはい、ですあれ本当かどうか分かんないじゃないですか、だって、うん、別に他の信号、そうそうそう、どこに本当それを一緒のどこにそういう証拠があるんだっていう話で、まあ、そうなんですよ、そう、いやそれはもちろんね、そうかもしれないですよ、そうなんだけど、だからジャーナリストだって、ね、メーターの動画取り上げませんよね。で、海安坂だって、メーター、モザイクかけてますよね。入れてますね。で、あとは、被写体を取り入れてますよね。前じゃないですよね。本人を取り入れて、ドライブしてる人間を映してますよね、大体、ジャーナリスト。うん、そうですね。あれは何かっていうと、要するにスピードメーター映せないからね。でもね、清水総一なんかさ、めちゃくちゃ違法なことやってんだよ。動画で出してないけどね。清水さんはフェラーリとかね、ああいう系の車の DVD いっぱい出してるんですよ。あれ、DVD 買って見たことある人分かると思うんだけど、すっげえ違法なことやってんですよ。ジャーナリストでもそんなやついっぱいいるんですよ。だからそういう議論じゃないんですよ。ね、そういうさ、まあ、その道徳的な話とか倫理観の話につながっていくと思うんですけど、ね、でもある程度その社会的にその許される許されないっていう、そういう一般の倫理観と動画の世界もそうですけど、ある程度乖離がないレベルで僕はやってます、うん、だから別に、まあ、今まで5年間の中で5年ぐらい経ちますけど、であえてそのスピードメーターをある程度出してたりとかね、パワフルメーターを出してたりとかっていうのも、ある程度その現場、現物、現実、ホンダのね、三元要素っていうのがそれなんですけど、ある程度動画にもリアリティがあった方がいいと思うんです、僕は。さっきの、だからメカニズムの話と同じなんですよ。結局、車の評価というのは、人間の乗り方で決まってくるんですよ。そうです。人間を通してっていうところで。そう。そうそうそう。そうです。そう。単体では評価できないんですよ。メーカーのテストってみんなそうですよ。
メーカーのテストって人間の乗り方でテストしますから。うん、ただ飾っといたって、ね、誰が乗るか分かりませんって言って飾っておいたって、その車そのものの設計の方針なんか立たないんだからさ。誰かが乗る想定で、こういう人が乗るだろうという想定のもとで、車のパワーポットラインだって、じゃあこういうものを乗せましょうとかさ、じゃあボディの剛性はこういうふうにしましょうとか、走行性能はこういうふうにしていきましょう、持っていきましょうみたいなさ、車のコンセプトはこういう方法でいきましょうっていうのが決まるわけなんだけどさ、ね、人間の使い方、リアルな使い方っていうものがはっきりとね、決まらなければ、車のね、性格そのものだって決まんないんですよ。じゃあさ、より一層その車のさ、良さをさ、ね、まあ、プロモーションでもいいですよ。何でもいいんだけど、レビューでもいいんだけどさ、よりさ、リアルなレビューをすると思ったらさ、保守的じゃダメなんだよ。いや、もちろんね、違法じゃダメですよ。だそこはだから倫理観を持ってやれやいい話だと思うんですよ、僕は。まあ、でも基本的なのはやっぱ他人に迷惑をかけることは絶対やめたいっていうところ、 そこが迷惑かけなかったら、いや私よくこの話で、うん、あれも 車がバンバン通ってて、うん、で歩行者が全然いないときに、はい、まあ、歩行者押して渡る信号あるじゃないですか、はいはい、押して渡るかって話で車が通ってなかったら、うん、もう押さないで渡るんですよ、うん、だってその方が迷惑にならないじゃないですか。そうですよね。でもルール違反ではあるけど、うん、どっちがいいっていう話で、うん、そうだよね。まあ、それは人によって、まあ、別にちゃんと押して、うん、あの青になるまで待つ方がいいっていう人もいると思うんですけど、うん、そっちの方がむしろ車にとっては迷惑じゃないですか。わざわざ止められるから。そうだよね。誰もいないんで左右確認してもう OK だって 100% 事故はない。まあ 100% はいないです。 99.9% ないって分かったら渡る、その信号を止めないで、うんうんうん、の方がまあなんていうか、まあ、悪い影響を及ぼさないかっていうところで、そうだよね。いう話をするんですよ。渋滞に、まあ、あの 極端な話で言ったら渋滞につながるしね。うん。そうですね。そう。制限速度40キロの道路をね、40キロ出したら渋滞につながるんですよ。うん。だある程度、巡航して走るっていうか、周りの車とこう協調しながら走っていかなきゃいけないっていうこと。うん、ただで蛇行運転とかダメだよ、そりゃ。あと最近なんだっけ、黄色い CHR の、なんだっけ、あの、煽り運転してた人が死んじゃったっていうのが、今日の朝のニュースでやってたけどさ。あ、なんかツイッターでちょっと見ましたけど。ああいうのとかダメだと思うよ。あれはもう超越しきっちゃってるからさ。うん。うん、あれもちょっと常識的なその範疇からもうかなり超えてるところにあるじゃないですか。それね、基本はだからやっぱ周りに迷惑をかけてるか、周り、まあ、精神的な意味で、そう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 、かけなければいいんじゃないかなっていうのを、ね、言い悪いの評価でって、言い悪いの評価でって言ったら、周りに迷惑かけてるかかけてないかっていうことだよね。それが一番分かりやすいよね、評価基準としてはね。うんうん、そうだ、ただね、まあ、残念ながらそうは言うものの、どうしてもこう、まあ、こういったさ、プラットフォームを使って、やっぱりこうチャンネル、運営してるっていうのもさ、ある意味一つのさ既得権益になっちゃうんだよね。でも、まあ、そうです、うん、まあ、チャンネルのそのさ規模としては少ない、小さいけども、まあ、僕らはさどちらかというとちょっとこう専門的なというか、ちょっとこうマニア系なんだよね、どちらかというとね。ちょっと保守的なところからちょっとこうそれるところにやっぱりあって、で元々の発端はさ、同じようなことを言ってもしょうがねえんだよ。例えばさ、よくあるのがさ、本当に車のことこいつ好きなのかっていうのがさ、やつがいてさ、単純にさ、動画、車見に行って、内外装をチェックしました。ね、ああ、車かっこいいですよねって。そんな動画さ、作ったって面白くもなんともないじゃない。そうですね。誰でもできるじゃない。で、僕基本的にそんな動画作るつもりあんまなくて。ね、うん。だから誰でも、知ってるような動画を上げる必要なんて全然なくてさ、かぶっちゃうじゃない、結局そんなのってさ、内外装チェック、ね、インプレッション、まあ、市場インプレッションでもいいんだけどさ、まあ、市場インプレッションは、ある程度車、こう、やっぱり人間が使ってるところをこう動画で撮って、やっぱりインプレッションしていくっていうことはやっぱり重要なことだからさ、まあ、それはもちろんやっていくにやっていくんだけども、単純にね、普通、自分がその車を買ってさ、乗るときにさ、試乗してる状態とさ、同じように乗るかっていう話で、乗らないでしょ。そうなんですよね。営業マンが隣にいてさ、
営業マンが隣にいるときと同じような感覚でさ、毎日乗ってるかって話じゃない。乗らないでしょ。乗らないよね、どう考えたってね。だから僕はもうその自分の、ま、いつも通りの乗り方で乗って、やっぱりこうインプレッションするっていうのが基本だと思ってますんで、まあ、そういうところからは始まる、そういうところからも始まるし、あとはだからだよね、エンジンもその今回その、まあ、例えばシビックの EHV のエンジンでもそうだけど、はい、あの誰一人ね、その LFC というそのエンジンパワーユニットっていうもの、はい、で今回の PCU とか IPU とか H4 ユニット、はい、その辺のさ評論というかさ、どうかって上げてないんだよね、はい、これね、あまりにもね本読んでねえなっていう人たちが多いよな。だってさ、本読めばさ、得られる情報なんだよ。うん、知ってます？別に広報の資料でも何でもないんですよ、これって、実は。なるほど。あの、モーターファンっていうさ、モーターファンイラストレイティッドっていう本があるんですよ。はい。あ、知らないかな。あのね。ちょっとね、私は。あ、知らないよね。あ、結構ね、ちょっとね、専門チックな感じではあるんですけどね、実はね。うん、あの自動車メーカーとかだと結構あれ総括のね、総括っていうあの、まあ、要するにあの一人一人 の、 その社員をその、管理する部署があるんですけど、はい、そこにあの事務所の前あたりにこう本が置いたんですよ、はい、で新刊が出たらこうちゃんとこう置くようにしてて情報収集ができるようになってるんですけど、でそこにやっぱり並んでるんですよ本が。で自動車メーカーだとやっぱりどうしてもそういった情報ってやっぱり仕入れるの必要なんですよね。他メーカーってどういうことやってんのっていうさ、そうですね、それ大事です。そうそうそう、常にこうさベンチマークっていうものをさ、どういうものに置かなきゃいけないかっていうのって、やっぱりあの物を作るさ、あのエンジニアからするとさ、すごく重要なことなんですよこれって、うん、周りってどういうことやってんのみたいなさ、じゃあうちはどういうことやっていくのみたいなね、まあ、実際そうじゃないんですけどね、実際それも決まっちゃってるからなかなかそうはいかないけど、うん、でもやっぱり周りのね、その情報っていうのを、ね、知るっていうのはすごく重要なことで、見ると、ね、書いてあるんですよ。まあなかなかね、その仕事してたりするとそこまで中身までね、あの見るのって難しいと思います。僕も仕事してるときは正直そこまで見れなかった。そう、見るだけの余裕がなかったです。隅々までこうさ、あの、学生だったらね、学生でさ、まださ、勉強する身なんだったら、あの、読めてたかもしれないですけど、うん、だからさ、そういうのもね、ね、これだけさ、YouTube もさ、ものすごいさ、あの星の数ほどチャンネルがあるんだけど、でも、ね、車のさ、その、まあ、ジャーナリストそうなんだけど、特に、ジャーナリストことさ、そういうこと知っとかなきゃいけないと思うんだけどさ、そういったさ、車のさ、細かな LFC のその新エンジンでいうさ、パワーユニット、パワートレーン、ホンダのね、これからのさ、中核を担うパワートレーン、まあ、そういうものに対してもさ、やっぱりさ、技術的な話とかもさ、やっぱしていかなきゃダメだよね。してないですね、全然ね。そうそうそう。だから、これからね、多分ね、僕らがね、残っていこうと思ったら、やっぱそういった技術的な話もね、踏まえて、やっぱ車の評価ってしていく必要性があると思ってます。だからそういう意味では、鹿本さんとも、多分僕とのつながりっていうのが多分あるんだと思う。そうですね、あの最初の頃は特に、まあ、私ちょっと最近はだいぶ逸れちゃったんですけど、ここが。まあでも基本やっぱその真実というか技術系なことって誰からも同じように評価されるじゃないですか、感性的なところと違って、うん、特にパワートレーンの今エンジンの性能とか、うん、まあもうパワーユニットとかに関しては、まあ、やっぱり相対比較で日産のこれに関して比べるとこっちの方がこういう特性があるとかっていうのは、まあ、100人中90人ぐらいが納得するようなところで、やっぱ乗り心地うんぬんとかなると、もうそれ人によって違うでしょうみたいなところで、そうですね、そこがまあ論理的に物事をこう話が進むっていうところでは、やっぱそういう技術面、うん、スペックっていうところをありきに語っていくっていうのは、まあ基本的なスタンスとして私は同じように多分あるだろうなって思って、ね、あの要するにさ、多分ね、その技術的な面まで含めて、まあ、動画の中で話をしてこうですっていうのは、まあ、ある意味ね、完成者で言うとだから評価屋みたいなもんなんだよ。評価屋さんみたいなイメージ、ある程度のことやっぱ知っとかないと評価もできないじゃないですか、うん、
ね、中身のことまでやっぱり知っとかないとさ、評価ってやっぱりできないと思うんですよね。さ、乗り心地なんか特にそうだけどさ、感性、ね、あの人間のさ、あの体感的なその感性の評価、うん、まあ、最終的にはそうなりますけど、やっぱり今でもやっぱり、ね、あのトヨタでも日産でもホンダでもそうだけど、最終的な乗り心地ってやっぱりこう感性の評価になっちゃうんだよね、とね、うん、カーメーカーでもやっぱりそうだからさ、最終的にはさ、うん、でもやっぱり今までじゃあこういった乗り味にしてきたっていうのは、どういった技術を取り入れてここまでなってきたのかっていうさ、やっぱそういったさ、なんていうのかな、今までのその変遷も含めて、うん、技術論みたいなものをやっぱりある程度こう、あの細かいことまで知っておく必要ないと思うんですよ。その技法に書いてあるようなこととかさ、うん、テクノロジーのなんか細かなね、あの、まあ、カヤバの技法を見てくださいって言っても多分みんな見たくないと思うんで、あまり見ないと思うんですけど、うん、まあだから、うん、まあ、それはちょっと難しいかなとは思うんですけどね、最終的に乗ってみないとわからないとは思うんだけども、うん、まあ、だから究極はだからそういった、まあ、評価屋さん的な視点、うん、ジャーナリストはどちらかというと、なんかこう、評価屋っていうところまではまだ行ってねえかなって気がします、正直。だってジャーナリストってさ、結局さ、広報のさ、その発表会に呼ばれてさ、広報の資料さ、最初さ、パワーポイントさ、見れるんですよ。で、そのパワーポイントを見て、で、ある程度こういう車だなっていうことを自分の中で、頭の中で叩き込んで、それで市場のインプレッションするからさ、誰でもできんじゃん。そうでしょ、だって、例えばホンダのさ、発表会行くじゃん。で、シビックって今回こういったコンセプトでこういった技術が用いられてこういうふうに開発されたんですって、ある程度さ、広報担当のさ、話さ、聞けばさ、ある程度インプレできちゃうよね。そうですね。そういうか、言ってることしか多分言えないと思うんだけどさ、それじゃあ多分さ、自分としての強みって多分出てこないんだよ。キャラクターが出てこないと思うんだよね。だからこれからだからこういった自動車関係、まあ自動車はね、まだまだね、広告単価も高いし、ね、あの YouTube のチャンネルの運営がね、難しいかって言ったらそんなことないと思うんですよね。まあそうですよね。自動車はそうですよね。うん、結構、うん。エンタメが多分難しいね。エンタメはね。新規参入が多すぎるんじゃないですか、ね。そうそう。単価も安いしね。うん。マニア系のチャンネルって実はそんなに影響を受けてないかなって、まあ、芸能人とかで最近すごい参戦してますけど、YouTube。まあ、私はね、正直、そこまでそれが脅威にはなってないとか、うん、まあ別に本気でやってるっていうのもあるんですけど。うん、なってない、うん。なってないと思いますよ。うん、僕も、あれだな、一応、毎月の、あの単価はね、やっぱ広告単価はちょっと下がるんですけど、視聴回数はね、伸びてますからね。1ヶ月の視聴回数が大体50万回ぐらいなんで、僕、コンスタント。大体。うん。だからまあ、一時期もっと少なかったですからね。うん。まあ、そういう意味ではね、割と伸びてるなっていうか、特に何かそういう周りのそのチャンネルが増えたからって言って、落ちてるかってはそんなことないんですよね。で、やっぱりおっしゃってた通りで、割と、検索で来るパターンも多い。で、特にこういった、そう、マニアっていうレベルのことは僕もあんま言ってないつもりなんですけど、ちょっとこう深掘りした内容のチャンネルになってくると、割とこう検索で来る人が多いんですよね。うん。なんか IDCD のこととかハイブリッドのこと知りてえなって言ったら、だいたい鹿本さんのとこ行くしさ。で、ホンダのなんかこと知りてえなって言ったら、だいたいなんか僕のチャンネルにこう行き着いたりするパターンが多かったりすると思うんですけど、まあそういった、だからこう、まあニッチな世界で、うん、ちょっとこう深掘りしたようなさ、まあ、そういったものって割とこう検索で捕まりやすかったりしますので、うん、本当はね、おすすめでね、検索されるのが一番いい、おすすめで来られるのが一番いいんですよ。検索しなくても目に届くような方がいい、その方が伸びるんですよ、本来は。うん、だけど、悪いことだけじゃなくて、検索ってね、うん、そういったなんか目的を持ってこうさ、見てくれる人っていうのがいるんで。だからそういった人に対しては、そういった人から助けてもらってるっていうのが我々のチャンネルかなって気がする。それは本当に、でもまあそういった人が結構、実は私より全然詳しかったりするんで、私の場合の時に。そうですよね。いや、
いっぱいいますよ。本当にネタをくれたりとかするし、うん、そこちげえよっていうのも、うんうね、結構そういう具体的にそういうの言ってくれるのってすごいありがたかったりして。そうですよね。うん、いや、本当だよね。だって僕もそうだし、もっとだってさ、優秀な人っていっぱいいるじゃん。ね、会社行ってもそうじゃん。好きだと、はい、うん、ね、はい、いるよね。だって自動車メーカーなんてもう優秀な人といっぱいいるよ。本当に。僕なんかもうあれなんだから、クビにされたようなもんだからさ。本当に。本当に優秀な人いっぱいいるからね。でもやっぱり YouTube やれないっていうのは時間ないからさ、やっぱりさ。時間ないっていうのもあるし、ある程度その機密の問題もあったりするからさ。なかなかさ、やめないとさ、できることじゃないんですよ、やっぱそれって。うん。で、やっぱりそういう、もう仕事の、そうだな、最近だとあの、ホンダの研究所のさ、大津さんっていう人いるんですよ。大津さんってあの研究所の社長ね。僕、昔会ったことあるんですよ。僕が入社して、すぐの時かな。で、まだね、研究員になってない時だったんですよ。もうね、その、もともとその当時からもうね、ちょっとヤクザっぽい人だったんですよ、すごい。大津さんって。すごいですよ、本当に。もうメーカーからさ、何かがこう、提案してきたとかさ、まあ、メーカーにこう宿題をこう与えるっていう、まあ、今までは研究所って全部自分エンジン作るにしても全部自分の軒下でエンジンを作るっていうことをやってたんだけど、でも大津さんの時代からちょっと変わっていて、あのサプライヤーに任せるっていう結構スタンスがあったんですよ。もう今はなんかめちゃくちゃもうある程度もうほぼサプライヤー任せだよね。でも大津さんの時代って2000年前半ぐらいだったんです、ちょうど。で、2000年前半で、2000年か、ちょうど僕2002年入社だったんですけど、もうその時がまだ研究員になってなくて、あれから20年でした、研究所の社長ですからね。20年ですよ。すごいよね。しかもね、あの人さ、高卒なんだよ。まあ、それはいいんだけどさ、超優秀な人って高卒だったりします、ね、そうなんだよ。だけどね、すっげーね、すっごい頑張ってた。あのね、情熱が半端なかった。すごい熱い人だったよ。本当に熱い人だった。誰が見ても多分ね、あのどこの署員のね、研究員の、あの研究所の人が見てもね、大津さんはね、ものすっごいね、熱い人だなって言うと思う。もうそのぐらいね、ちょっとね、違うかったつもん。うん、そうなんですね。で、やっぱり、そのね、仕事の流し方もちょっと違いましたね。やっぱり任せるところは任してたんですよね。うん。でも、任せてて、これまあ、会議あるじゃないですか。はい。じゃあ、いついつまでに、例えばさ、この部品の仕様を決めといてくれと。こう言ったからなと。じゃあ、いついつまでにこの図面を書いて出してくれと。仕様を決めてくれと。で、仕様が決まったら、打ち合わせしてくれと。広告してくれと。大体ね、怒鳴られてね、返されるんだよね。違うだね、これ、あの、バカ野郎っつって。まあ、そこがちょっとヤクザっぽいところだったりするんだけど、でも、やっぱね、妥協を許さなかった人だったんですよ、当時から。まあね、そういうね、人だったんですけど、うん。まあ、とにかく、あ、なんでそんな話になっちゃったんだっけ、ちょっと忘れちゃったな。すいません。まあ、そう。まあ、だからね、そういった、まあ、ことですよ。ことですっていうか、あ、なんだっけ、もともとどういう話でそうなったんだっけ、覚えてますか？ SUV の話か。まあ、ちょっとそんなね話でちょっと取り留めのない話で、ちょっともう時間的には時間なんですけども、まあちょっとそう、とにかく、そうだ、分かった方、とにかく、その物を作るってことは、ある程度ターゲットが必要だってことですよ。うん。ターゲットがなかったら物っていうのは作れないし、ブレちゃうから。うん、だから CRV もラボ4も、やっぱり北米っていう、そのね、あのタウンユースで使う、そのターゲットっていうのがあったっていうことですよね。でもそれがやっぱり日本にこう、あの流入してきてるっていうのは、日本ってやっぱり後発だからさ、やっぱどうしても SUV の受け入れ方っていうのはどうしてもこう、あのブレブレになっちゃうってことですよね。だそれが今のだからこうベゼルとかあの ZRV とか、まあ、そういったものにこう影響を受けてるんじゃないかっていうことですよね。
で僕らもやっぱりそこは純粋に別にそれを、悪口を言うわけじゃなくて、日本というこの環境においては特にあまり用途として必要性ないんじゃないのっていう話ですよ、単純に。で我々もそう思っちゃうんですけど、うん、でも逆にそういう乗ってる人のコメントって大体で我々からするとちょっと抵抗があるんだけど、うん、なんかそういうコメントの方がなんか私は得るものがあるっていうか、そういう考え方あるんだって思ったりして、コメントくださる方でベゼルの、うん、ベゼルオーナーの方いるんですけど、うん、なんかねすごい発見が毎回あって、いやそう思うのか、うんうんうん、そうだよねところで人になってますね、うんうん、そうだからで、なんかある意味その乗ってる車によってなんか性格っていうかその人のな方向性みたいなのも分かるんじゃないかなっていうのをすごい思ってて、うんうん、そうだよね、うん、だから車ってとにかくさ、車の中こそさ、なん縛りのない環境じゃないですか。僕ね、車ってね、なんで好きかっていうと、車の中ってあのプライベート空間なんですよ。だから誰にも圧力がかからない、唯一のリラックスできるプライベート空間が車の車内。そうですよね。そうだから車が好きなんですよ。だそういう車に乗った時にね、どんな発想ができるのかっていうのは、まあ人それぞれね、いろんな考え方が多分あると思うんで、うん、まあそういった意味でさ、やっぱベゼルがすごく僕にとってはベストな車なんですよっていう人ももちろんいると思うし、うん、それはねすごくいいことなんじゃないかなとは思うんですけど、ただまあいかんせんね、うん、やっぱりこうなんていうのかな、合理的じゃないっていうところはちょっとやっぱり日本で使うっていう意味においてはね、ちょっとまあ、うん、まあ僕らからするとちょっとこう合理的じゃない部分っていうのがあるかなと。むしろ合理的なのはやっぱりミニバンかなと思いますね。ミニバンこそ合理的かなと思う。まあフリードなんか特に合理的じゃないですか、やっぱ、うん、まあ超合理的だと思いますよちょっとステップワゴンとかね、ノアだとでけえか、ノアボックだとでかいよねっていう人のところ、家族がいる場合とかね、そっちの方が絶対いいと思うんで、そう、そう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 。だこれからなんか特にダウンサイジング化っていうのがさ、僕40なんですけど、40とか、まあ、50手前ぐらいになると、まあ今晩婚化もね進んでたりもするしさ、で割とこうね、日本の女性のね大半の人はさ、金目当てで結婚するっていうさ、統計データもあるじゃないですか。あるんですよ、感情じゃない、金なんだとね。だから離婚する人も多いわけですよ、要するに、うん、ってなるとさ、やっぱりさ、そんな大きい車いらないじゃんってなるかもしれない、なるんだよね。まあ、もしくはね、今までずっとさ、子育てしてきて、もう僕の友達でも、もう子供がもう大学出てさ、働いてる友達もいるんだけど、うん、そうなるとさ、そんな大きい車いらないよね。ステッパーゴンいらないじゃんとかなるわけよ。そうなった時に、じゃあフリードぐらいでいいんじゃないって。だむしろフリードだとか、ステップワゴン、それからまあ、NBOX、まあこういうのがやっぱりね、合理的なのかなって気がします。すごく合理的な、うん、だからまあ僕らのチャンネルの中では、まあ、基本的にはまあミニバンをはじめとしたさ、ね、M クラス S クラスっていうのがやっぱり一番こうまずメインとしてこうあるかなっていう感じがしますよね、うん、だから合理的なさ、その、うん、あどうぞどうぞ、合理的な話をね、やっぱりこういろいろと聞きたいという方にとってはなんかうってつけのチャンネルなんじゃないかなって気がしますね。でもなんかその合理性を追求するとつまんなくなるっていう、いわゆる合理性って効率じゃないですか。効率追求ってある意味興味がないことに対して人間することだと思うんですよ、うんうん、例えば、ね、まあ、私で言うと食に興味、あんまり食は分からないんで、はい、コスパ重視で食に関しては、はい、まあ、やその安いメニュー、うん、看板メニューとかをバンバン頼むし、うんうん、とかってなるんですけど、まあ、食がこだわる人はそこはコスパを追求しないじゃないですか。お金をかけてやるっていう感じ、はいはい、そうね、で要は私だって車好きだったら車に関しては、まあ要は効率は追求しないと、まあ、燃費とかって多分選ばないじゃないですか、車好きだったら基本的には、うん、だけどそこを私は正直車好きではもともとないからこそ、その辺を合理的に車をレビューできるっていうところはあると思うんですけど、そうだね、でも、うん、それって面白くなくって、実はやっぱその合理じゃない反対、はいはい、非合理的なことこそエンタメ
あ、非合理つながるんじゃないかなと思うね。で、まあ、私で言えばハイブリッドは、ハイブリッド車を選ぶには合理的な意味がありますって話はしてるんですけど、でもハイブリッドの中でどれを選ぶかってなった時は、やっぱり私は感性的な、例えば音とか、そのモーターの音とか、まあ、エンジンの音とかっていう要素を結構重視してるけど、そこって効率とはちょっと違う観点、そのエンタメの非合理的なところの話になってきて、なんかその辺の組み合わせ、あんま合理性を追求してもつまんなくなるし、でもだから例えば非合理的な話だけしても論理的じゃなくなるからっていう、なんかバランスっていうのをどうやっていこうかなっていうのを日々思ってますね。なるほどね。そう、趣味性ね、すごく。だから今の SUV なんかは、CRV とか、だからおっしゃる通りなんですよ。日本だと、そのまま北米から持ってきても受けないじゃないですか。合理的じゃないから。じゃあ何してるかっていうと、味付けしてるんですよ。ラブ4にしろ、CRV にしろ。だから動力性能を上げた PHEV を入れたりとかさ。そうですね。で、CR-V なんかも日本全然受けてないけど、すげえいい車なんですよ、あれ。すごい車、乗ってみれば分かる。すごいいい車なんですよ。超いい車ですよ。本当にプレミアムサロンみたいな。あれはもうアコードなんですよね。CR-V ってもう、アコードセダンと同じです。もう柄はちょっと違うけども、本当にアコードみたいな車なんですよ。もうそのぐらい、ドイツ車に負けないような車だし、ベタ踏みできるしさ、全く怖くない車なんですよ。あれシステム出力としてはある程度リミッターかかっちゃうから170キロぐらいで止まっちゃうんですけど、もうすっごい余裕のある車なんですよね。もうアウトバーンで走らせても全然余裕のある車、そういう車なんですよ。だからそういった趣味性を追求している、どちらかというとこうヨーロッパの車にこうね、匹敵するような、そういった作りっていうのをプラスアルファとして取り入れてるんですよ。でも CR-V はやっぱ売れないんですよ。そういったところ、そういったところに使え、そういったシチュエーションで使えないから、日本はどうしても。そう。で、ラブ4も最近は、反社に聞くと、あまり出てない、ほとんど出てないですねってやっぱ聞くんで、ただ、一部のマニアの人は PHEV すごく興味ある。そうだ、PHEV ってところで、例えば鉄道ファンとかからすると、やっぱその電動駆動のっていうところと、まあ、実車の電車も結構最近、その、昔は電車って、我々鉄オタのややこしいところで、やっぱ架線がないと、電車じゃないです、列車って言わないと、なるほど、機動車って言わないと、それを電車っていう人はもう素人扱いするんですけど、なるほど。でも、最近、機動車で架線ないけど、要はシリーズハイブリッド。が出てきて、それが電車っていう括りにもなったりするから、ああそうなんですか。だから電車って言って間違いじゃなくなってきてるんですよ最近。へえ、そうなんですね。変化されてなくても、今までは電車って言ったらそれはもう鉄道ファンからするとタブーだったんですけど、はいはい、最近は良くなってきてるみたいな変化もあったり。なるほどね。はいはい、まあこう自動車にこう置き換わってきてるっていうところだね、電車もね。そうそうそうっていうところで、やっぱ PHEV ってそういう、まあところの魅力。あ、なるほどね。そうだから、そういった、あれだよね、なんかこう僕らもそうだけど、そうなんか何かにこう興味を持とうとするじゃないですか。メカニズム的なところとかさ、新しいさ、テクノロジーだから、まあ、そういった趣味性はやっぱあるよね、 PHEV にしろさ、だからそこだよね。今までの EHEV とはちょっとこう違っ、ハイブリッドとはちょっとこう違った世界がまたね出てきてるし、で今回、新しいクラウンなんかもそうなんだけどさ、今度さ、新しいクラウンだと 2.4 リッターターボハイブリッドだよね。あ、そうですね。あれはRX、新しい RX と同じユニットなんですよ、確か。まあ、まあ、言っちゃう、ぶっちゃけ言っちゃうと RX と同じだよね、プラットフォームとかもね、おそらくね。車格も多分そんなに、まあ、RX のはちょっと高いけども、基本的には同じような乗り物になると思うんですけど、で今度だからターボ、ね、エンジン自体の出力はさ、460ニュートンだからさ、460ニュートンの軸出力で、ね、モーター回したらどうなんだっけみたいなさ、まあ、そういったさ、好奇心が湧くよね、なんかね。なんかこう、細いトルクで回すさ、頑張って走らせるハイブリッドよりもさ、ドカーンとこうさ、瞬発力をさ、優先して立ち上がりをさ、良くするさ、エンジンを積んだハイブリッドだったらどんな走りするのかみたいなさ、そうそうですね、
うん、やっぱだから趣味性なんだよね、エンターテインメントなんですよ、ね、うん、結局そうなってきちゃう。だから合理性を求めちゃうとつまんないから、じゃあ合理性の上にさらにエンターテインメントのエンタメ系を乗せないといけない、エンターテインメントな要素をやっぱり作っていかなきゃいけないっていうことになっていくとは思うんですよね、やっぱりね、うん、だって合理的な話だけ求めたってつまんないよね。だって NBOX の話だけもやってたってつまんないじゃん。そうそう、面白い。いや面白いよ、一応。一応面白いからどうなの。ねえ、まあでもね、割とそういう合理的な車であってもものすごく楽しんでる人もいるんですよ。例えば、N1 のプレミアムツアラとか結構ね根強いの。あれ根強いんですよ、割と。あれ絶対ね、俺別に何でもいいからとりあえず適当に N1 のプレミアムツアラを選んで乗ってるって感じじゃないですよ。なんかこだわってるところがあると思うんだよね。これだみたいな。そうそうそう。絶対あると思いますね。うん。まあそんな感じでね、だからまあ基本はだからベースとしてはやっぱりそういう、なんていうのかな、合理性っていうのはやっぱり求める必要っていうのは、このチャンネルでは僕はね、あると思います、やっぱ。いや、僕も合理性とかどうでもいいんですよ、本当はね。うん。まあ後ろにあるのはさ、660も面白いしさ、ね。フェラーリはフェラーリの世界があるんですよ。うん。それは合理性求めてたら乗れないですよ。合理性としては悪い、超非合理ですよ。金かかるし。だけど、やっぱりエンタメ、それでもやっぱりこうエンタメ性を、エンタメを求めたいんだっていうのが、やっぱ最終的なさ、車のさ、終着点になってくるかなって思うんで。鉄道もそうだよね、だって。僕だって鉄道も好きだったんですよ、昔は。Nゲージもやってたし。うん。あれだってやっぱりエンタメ、僕の中でやっぱりこうエンターテインメントでしたからね。そうそうですね。初めて新幹線乗るのってエンターテインメント。まあ、なんだろう。究極的に生活に必要ないものですからね。うん、そう。ただね、僕鉄道辞めたのはさ、あれなんですよ。所有できないから辞めたんですよ。自分のものにできない。所有できないから、その、うん、まあ、Nゲージとか、まあ、そういう、うん、そうだっていうところの、まあ、産業が成り立ってるっていうのが、そう、まあ、車でもミニカーはあるけど、やっぱ所有できるから、まあ、そんなにっていう。ただね、やっぱね、実物が欲しいんですよね。うん、そうですよね。うん、で、実際私もそうなんですよ。だから、うん、昔は結構そういう模型とかやってたんですけど、まあ、昔って言っても、割と最近までやってたんですけど、はい、やっぱり音とか、そういう魅力、振動とかそういう実物じゃないとなっていう思いが私もすごいあって、そうすると、うん、まあ、鉄道所有できないから、じゃあ車で鉄道の要素がある車って考えになったっていうのがあります。なるほどね。ああ、そういうふうに置き換えてるんだ。自転車とかもそうなんですよ。なるほどね。鉄道の要素を持った自転車、車みたいな、所有できる。やっぱりさ、今の話で思ったんだけど、やっぱり人間ってさ、リアルを求めるからさ。何でもそうだよ、今。NFT とかも言われてるけどさ、あれ、要するにさ、仮想現実かもしれないけどさ、リアルな世界だよね。仮想現実だから。やっぱりリアルな世界をやっぱり求めてなんぼな部分ってあるし、リアルじゃなかったら単なるお遊びになっちゃうんだよ。そうだよね。だからそういう意味で、だからエンターテインメント性を持たせながらも、やっぱりリアルな世界をやっぱり作っていくっていうのがさ、やっぱこれからのさ、やっぱ車になってくるのかなっていうことをね。まあ、うん、私自身も感じたし、うん、まあ、だから、まとめると、だから SUV は SUV で、ね、もともとはだから、すごく合理的な車な、合理的な、まあ、車、国によっては合理的な車であったと。でもそれが流れてきて、商売として成り立つから、とりあえずはめ込んで、物を売ってますと。でも、それだけだとつまらないから、エンタメ性というものをこう乗せて、メーカーは日々努力して、車を売ろうとしているという現実があるよと、まあ、いうことですよね。で、それに対して我々はどういうふうに評価していくのかっていうこと。まあ、その評価っていうのは、ね、鹿本さんのチャンネルもそうだし、俺のチャンネルもそうだし、ゴミさんのチャンネルとか、ね、川口さんのチャンネルとか、それぞれ言うことは違うと思います。まあ、それはそれでいいと思います。やっぱり。うん、それぞれ考え方があるから。ただ、なんでそういった考え方に行き着いたのかっていうことを、まあ、事前に理解しておく必要性っていうのがあるかなって気がします。それがなかったら多分言われると腹立つからね。大体その、この人の生い立ちとかなんで知ると、あ、なるほど、だからこういうこと言ってるんだなっていうのが分かったりしますよ。そうなんですよ。だから、
その立ち位置がさ、やっぱりさ、どうしてもさ、視聴者の人ってみんな違うからさ、うん、違うじゃん、立ち位置がさ、生い立ちも違うし、立ち位置も違うんですよ。で、車の遍歴も違うじゃないですか。うん、うん、そう。っていうのをね、僕はね、そういう意味では、車遍歴ってすごいいいですよね。なんかその人の人生、方向性が分かるじゃないですか。そうなんです。だから、ステッパーゴンでも、だからいろいろ非難を浴びたところはあったんですけど、でも結局ね、やっぱりね、聞いてみるとね、深掘りしてみるとね、みんなそれぞれ自動車の遍歴が違うんですよ。全く違うんですよ。だから、俺別にエアでもいいじゃんって思うんだけどっていう人って、すっげえ前のノア乗ったりするんですよ。そりゃいいよね。だから、先代の RP5 から乗り換える人の考え方と、ね、70ボクシーの、ノアボクシーから乗り換えた人のエアーって違うんだよ、ステッパーゴン違うよね、そりゃね、ついてるもの違うしさ。そんなもんなんだって。だからやっぱりそこのね、やっぱりね、出発点が違う、遍歴が違うからさ、どうしてもさね、コメントだって変わってくると思う、評価も変わってくると思う。それがどうしてもこういろんなところでこうごちゃごちゃになっちゃうから、がんじがらめでごちゃごちゃになっちゃうから炎上っていうのが起きちゃうんですよ。だからスタート点を、ね、ちゃんとね、はっきりした方がいいですよ。だからそういう意味でこいつはこういう、私もそれを言うようにして、こういう立ち位置で鉄道オタクとしてこういう意見をしてますみたいな。そうだよね、うん、分かってくれるところは多いと思って、そうだから、そう、例えばだからさ、もっとすごく極端な例で言ったらさ、ね、失敗小僧さんのさ、失敗小僧さんだって車乗ってるか乗ってないんだっけ、乗ってないか分かんないけどね、価値観違うわけでしょ、全然ね、そりゃね、全然違う、全然違うよね。ね、そんなこと言ったらさ、ね、S660 なんてなんでこんな非合理な車乗ってんだって話になっちゃうじゃん。でしょ、ね、そういうことですよね。だからそういったところをちゃんとやっぱり明確にした上で、やっぱりこういろいろ格論した方がいいのかなっていう気がするし、うんうん、物事の評価っていうのをしていった方がいいのかなっていうことでね。はい、すいません、ちょっと長丁場になっちゃいましたけども、はい、そんな感じで、ちょっとまたね、ライブという形でもやっていきたいと思うし、あまり車のね、レビューだけをまじまじやっててもつまらないと思うので、まあ、ある程度、その人間性っていうものも、まあ、今言ったようにね、自分というのは、このチャンネルの主はどういった価値観のもとで、チャンネルを運営してるのか、これ結構ね、重要だと思うんですよ、やっぱ。無駄なことじゃないと思っていて、正直。うん。で、これがやっぱり前提条件になるわけだよね。だからその上で、じゃあこの人の動画見てみよう、この人のレビュー見てみようっていう風になってくると思うし、ね、やっぱり、あ、ちょっと価値観違うわと。あ、全然ダメだねって言われば、もう全然見てもらわなくても結構だしっていうことでさ、余計な労力を使わずに済むわけだから。まあそういった意味でね、意味のある配信なのかなってやっぱり思ったりしますので。ちょっと今後もね、ちょっと機会があったらやっていきたいなと思います。そうですね。ぜひ、全然車と関係ないんで、はい、そうですね。そうですね。はい。と、はいうことで、すいません。長丁場でしたけれども、ご視聴の方ありがとうございました。近野さん、どうもありがとうございました。ね、ありがとうございました。